YouTube をご覧の皆さん、どうもブリトカーソです、今回はラメリーさんにステージを作ってもらいましたよ。とっさお前をステージお前マジで最近ガチでイライラしてるんすよ。あのこいつにスマブラ負けすぎ。あのスマブラに大切なのはクッスかクッスかないか、あの負けるとか勝つとかそういうことじゃない、あクッスかクッスかないかね。ということで今回は金髪ブリをコルステージをラメリーさんに作ってもらいましたよっと。今回はガチでできます。な、おい。してるよ。はい、こちらのステージね、まずあのステージをね見ていきましょうよと。こちらのステージ、無限発射終点という名前のステージですね。はい、あのね、なんか壺みたいなやつに入って、まあずっとぐるぐるしてれば、無様な姿が見れるってことだよね。はい、ということでそういうステージとなっております。はい、じゃあやっていきましょう。はい、はい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 、大丈夫です。入って大丈夫です。入って大丈夫です。はい、待って。おい、ちょっと待って、おい、ドラミングすな、おい、助けて、ちょっと待って、コントローラー貸して、貸してよ、これ、どうしてない、これ、さっきの試合なし、はい、カット、こちらの、ステージ、こちらはですね、ピンボールのステージとなっております。お前さっていうか、まあ、もうギャンブルですよね、このステージに関しては。落ちたら、もう終わり。それだけ。なので、俺にも余裕で勝機があるってことですよね。皆さん、ということでね、やっていきたいと思います。はいはいはい。ガチやってるよ。ガチやってる。俺ね、プリンね、あんま使ったことねえとはか、そういうのね、関係なし。なぜプリンを選んだか。じゃ、そっち、お前がなんで、カービィを選んだか、俺はもう分かってるよ。このステージピンボールだから、ボールみたいな、ちょっと。やばいかも。やばいかも。それやめて、ちょっと待って、頑張って、振り返っ、俺勝てるステージ作ったって言ったよな、あいつ。まあ、パチンコっていうのはよ、負けるときはあるからね。どんどん突き込もうね。やっていくよ。マジでね、1000円だけでは当たんねえ、そういうもんパチンコっていうのはよ。だから3万円ぐらい投資しておいた方が絶対いい。だから俺はね、勝ちに行くよ今回は。勝ちに行きます。はい、今僕が、やっている、このちょっと待って、上がって頑張って、よっしゃ、ゴボよし、今さすがにかっこよかった。ちょっと待って、はい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 、まだいけるよ。どんどん次、はい、戻ってきますよ。はい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 。待って、それやめて。行くよ。来るよ。やっていくよ。もうこれ、ここにいれば大丈夫。ここにいれば、ほら。はい、行くよ。どんどん突き込むよ。ちょっと待って。学ぼうぜ。学ぼう。待って、はい、ほら、はい、いけ。はい、フルトロットル。フルトロットルで今、ハンドルが回ってるよ、やめてよよっしゃ、大当たり。面白くない。パチンコパチンコっていうのはね、当たるまでやる。それだけ。はいはいはい、やっていくよ。俺絶対勝つから。もう勝機が見えてる。な、勝てるまでやる。あのね。8がつく日ね。ああよ、8がつく日は当たりやすいっていうのはよく聞く話だけど、今日は、8月11日です。はい、やっていくよ。でも、はい、やっさ、はい、はい、はい、ちょっと待って。はい、はい、はい。俺結構強いからね。はい、ほら、いけ。はい、いいね。ちょっと待って。これ聞いてない。おい、もう、俺、ほら、まだいけるよ。ずるくない。ずるいとかねえから、かっかねえから今回俺がプリン。ちょっと待って、
はい、戻ってきました。ただいま。はい、まだ帰ってくるよ。なんでそっち飛ぶのお前。せっかくよ、お前がそっちに飛ばしてんのが悪いでしょ。ほらほら、いけよー。もういけよ、いけよ、いけよ。確率エンド来ました。面白いね。まあもう一回やるけどね。はい、かかってこいよ。うるせえよ、おら、かかってこい、おら。運ゲーでお前シャシャリやろ。シャシャ、運ゲーとかじゃねえから。ラメちゃんがお前のことをぶち殺すために作って、ほら戻ってくるな。ずるいだろ。古くねえよ、古くねえ。プリンずるい。まだいけるよ、ほら。ほら、帰ってきたわ、ただいま。いやだよ、ちょっと、はいはいはい、ほら。面白くない。もうやめる。面白くない。2対2だけど。まあ、2対2だもんね。でよ、お前。俺今喋ろうとしてんだよ、俺。2対2だもん、ね。そうだよ、2対2だよ。あ、ほら、ほら、もうハイビスカスついちゃってるから。これもう海物語と一緒だから、これ。あ、俺もつい込んでる。結構ね、結構つい込んでる。俺結構ね、あ、はい、見て、もう絶唱してやるよ。絶唱してやる。あ、待って。ずるい。ほらほら。いや、ずるくない。ずるすぎる。はい。カーブそんな。ほら。俺もうマジね、帰ってくんなよ。帰ってこさしてよ。ちょっと待って。あ、待って。はい、絶唱しようかな。あ、待って。はい。ちょっと待って。それやめて。あー、やばいかも。あー、ゲームセット。カズルじゃねえかよ、このデジオ。はい、説明していきます。はい、こちらのステージはですね、まあ見ての通りです。今回このステージに関しては体力制の設定となっております。なので、まあ普通にこうバンバンバンって行ってあのステージのところにまでたどり着いて、そっからが勝負だよ。お前のことをぶち殺す時の勝負。はい、やっていくよ。はい、ではやっていきまーす。まずね、ここね、ここ。はい、はい。受け身受け身。はい、取ったよ。受け身取った。あー、オッケー。はい、はい、待って。あ、もし、ラメちゃん、俺さ、金髪ぶりをためのステージ作っていって言ったよね。俺さ、ちょっとこれ違うんだけど、話すると違うかもしんないんだけど。うん。あ、なるほど。もう一つの。オッケー、それでぶち殺せばいいってことね。オッケー、わかった。オッケー、はい、お疲れ様です。はい、こちらのステージがラメちゃんが用意してくれた最高のステージとなっております。説明は不要ですよね。あの真ん中の空いてるところにてめえ落とすだけだよ。お前地獄に落とすだけだよ。はい、そちら、こちらのステージの名前、落とせと。回ってんだよ。はい、やっていきます。もう結構来ちゃってんだ。頭がよ。はいはい、はい、戻っていく。待って、戻っていくよ。はいはい、ちょっと待って、戻っていくよ。よ、待って。で、ちなみにこちらの、対戦、これはね、もうルールが、さっきの、ワンストのままにしてますね。あ、だから、俺が勝ちます。はい、いいよ。やっていくよ。結局さ、何がいいかって、小細工込みのステージじゃねえんだよ。結局な、普通のステージ。で、これで勝つ。これがスマブラ。な。そう。エンターテインメントとしてはいいかな。うん。うん、だけど結局俺は勝つ。そう、俺は今日勝ちたい。うん、ほら、いい感じにね、今登ってる、行ってるでしょ。あ、ラメリーさん、ダメだった。